NASA による画像ジョルダーノブルーノは月の裏にある直径 22km のクレーターである。地球から見ると月の北端のすぐ向こう側にある。この場所は、ハカリ道の間は地球からも見ることができるが、側面から見ることになり、詳細な観測はできない。北西のハルクヘビと南東のシラードの2つのクレーターに挟まれている。軌道から見ると、 ジョルダーノ・ブルーノは周りより高いアルベドを持つ対照的な噴出物の光状の中心に見える。光状は1 5 0トル以上も続くが侵食作用によって暗くなることはほとんどない。北西に3 0 0トル離れたボスまで続くものもある。クレーターの外端はその周りと比べると特に明るい。このクレーターは100万年から1000万年前に 形成された比較的若いものであると推定されている。月面にある直径十キロメートル以上のクレーターの中で最も新しいものである。イタリアの哲学者ジョルダーノ・ブルーノにちなんで命名された。1七7八年六月十八日の日没直後、カンタベリーの五人の修道士は、大修道院の年代記変者のジャーベースに対し、ガツの角が二つに割れたと報告した。 さらに、ジャーベースは、割れ目の真ん中から炎が吹き出し、月は心配するように見もだえ、自身の目で目撃して、私に報告してくれた者の,の言葉では、月は傷ついた蛇のように脈打っていた。この現象は何十回も繰り返し、炎は様々なねじれた形を描いた。この現象が収まると、月は全体が黒っぽく見えたと記している。 1976年、地質学者のジャック・アルトゥングは、蒸気の記述は、ジョルダーノ・ブルーノの形成についての記述であるという、説を提唱した。近代の説では、月に水星や小惑星が衝突すると、溶けた物質のプルームが、表面に噴出すると予測しており、修道士の記述と一致する。また、記述の場所は、クレーターの場所と一致する。さらに、 ジョルダーノ・ブルーノが最近形成されたことを裏付ける。証拠は、その見事な光城である。流星人は、頻繁に月表面に衝突しており、ゴミを舞い上げて、すぐに光城を暗くしてしまう。そのため、ジョルダーノ・ブルーノが、有志以降にできた可能性は、十分あり、それは1178年6月だったかもしれないと、されていた。しかし、 クレーターの年齢の謎はそれほど単純ではない。直径2 2トルのクレーターを形成するほどの衝突は地球に対して数週間に及ぶ吹雪のような流星雨をもたらすはずであり、そのような記録はどこにも残っていない。この矛盾は1178年にジョルダーノ・ブルーノができたという説の大きな反論になった。2007年に打ち上げられた。 日本の月探査機カグヤにより、ジョルダーノ・ブルーノについても詳細な観測が行われた。宇宙航空研究開発機構と合図大学の研究者たちは、カグヤの地形カメラで撮影した画像から、クレーター周辺に堆積した噴出物の上にできた新しい小さなクレーターの密度を調べ、その結果をもとに、ジョルダーノ・ブルーノが形成されたのは100万年から1000万年。 前であると推定した。AB、ガツノカグヤ・ジャクサ宇宙航空研究開発機構編、編新庁舎、2009年11月、22ページ。ISBN 978から4から10から32万21から5。ザコズミック・ウィンター、ビクター・クルビアンド、ビルネーピア、ブラックウェール・パブリッシング、ファーストエディション、ハット・ジャック・ B。 ハートング、ワズ・ザ・フォーメーション・オブ・エイ・20、キロメートル・ダイアメーター・インパクト・クレーター、オン・ザ・ムーン・はアブザーベド、オン・ジューン18、1178、ミティリティックス11、187、ビブコド、1976メティック、11、187、エイチ・カマリー、オー・マル・ホランド、JD、ルナー・クレーター、ジョルダーノ・ブルーノ、AD1178、インパクト、 オブザベーションズコンシステントウィズレーザーレインジェングリザルツサイエンス199八百七十五八十七ビブコド千九百七十八サイ百九十九八百七十五シードイ十点一一二六サイエンス百九十九九点四三三一八百七十五プミド千七百七十五万七千五百八十四ケティルウェルジョー ヒストリックルナーインパクトクエスチャンド。bbchttp コロンスラッシュスラッシュニュース .bbc.co.uk スラッシュにスラッシュハイスラッシュサイエンススラッシュネーチャースラッシュ 1304985.stm2012 年4月8日閲覧。スタイルズローリーホワットメディバルイテネススソーアズノットビックルナーインパクトグラッドスチューデントセーズ ユニバーシティオブ・アリゾナ、2007年8月9日、閲覧。モロタ、T ・ハルヤマ、J ・ミヤモト、H ・ホンダ、C ・オオタケ、M ・ヨコタ、Y ・マツナガ、T ・ヒラタ、N ・デムラ、H ・タケダ、H ・オガワ、Y ・キムラ、J ・フォーメーション・エイジ・オブ・ザルナー・クレーター・ジョルダーノ・ノブルノ。ミティリティックス・プラネタリー・サイエンス44、1115から1120、11ドイ。 10.1111J1945 から 5100.2009TEB01211X 諸田聡かつほか、月面クレータジョルダノブルーノの形成年代に関する研究成果、ア津大学先端情報科学研究センター、2012年9月21日閲覧。ありがとうございます。